マックサカネサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は彩り弁当2色そぼろと豆腐バーグ重をいただきます。ちょっと揚げていきます。はい、こんな感じです。ちょっと見やすくなりましたかね。いやー、いい匂いがする。もうちょっとね、風邪気味なんですけど、もうお腹は空くのは変わらないですね。ではいただきます。豆腐ハンバーグ、おお、いただきます。うん、柔らかくて味もしっかりしてて、なんかね、コリコリしてるのも入ってあって食感も良くていいですね。はい、で二色そぼろということで、卵とね、はい、肉のそぼろはうまい。オクラもあるんだ、いいですね。うん、うまい、うん、これレンコンも入ってますね。うん、いいですね。さらに言葉が出てこない。もうそぼろの味付け控えめですね。まあ、おかずが結構充実しているので、まあ甘い気になるんですかね。おっ、オクラ、うん、歯ごたえがあっていい感じですね。あ、あこれ、あ、この肉のそぼろの方はね、味がちょっとしっかりついてますね。卵の方はあんまり味がなかったかな。うん、うん、で人参、うん、柔らかい、そぼろの味付け、まあ、ちょうどいい感じですかね。そんな濃くもなく、はい、食べやすいと思います。うん、あ、いいですね。豆腐バーグ2個ついてますね。うん、ちょっとこういうね、野菜があるといいですよね。うん、ああ、まあ、うん、ちょっと量は見てもちょっと少なめですかね。うん、ちょっとスパイシーで、うん、これもおかずにいけるぐらいね、しっかりご飯が進むぐらい美味しいですね。はい、というわけでそぼろご飯弁当をいただきました。うん、何点ぐらいだろう、まあ90点ぐらいだな。なかなか美味しかったです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。